どうも、ビーガン祭りの谷口孝人です。井口です。今回はご報告がそうなんですございます。ちょっとあんまり言いにくいんですけど、今シーズンで、はい、ちょっと我々は、はい、このね、YouTube の動画の中に入れていかないといけないことがありまして、ちょっと今、軽井沢のスキー場に来ているんですけど、我々なんと長野県公認リポーターになりました。はい、拍手お願いします。お願いします。ちょっとよちよちなんですけど、ね、ちょっと詳しく説明しますと、長野県のちょっとゲレンデを紹介するリポーターとして僕は任命していただくことになりました。なのでちょっとその任命式を今からね、アルクマ君の方から実際にねしていただこうということで、早速ちょっと任命してもらいますのでよろしくお願いします。じゃあまずは誰かな、谷口さん。持てねえな。アルクマ君、持てる。任命書。はい。ただアルクマ君喋れないんで、今エアで呼んでくれてます。はい。違う、喋れない設定なんだ。喋れない設定だから。このような感じのこと、はい。心の中に。うん、ありがとうございます。はい。心の中にこう伝えてくれてるんで、アルクマ君の声聞こえます。結構ずぶとい感じの、のぶとい感じの、なんかダンディーな声ですね。ありがとうございます。違うよ。すげえのぶとい感じの声なんで、はい、っていうことでね、我々、ね、レポーターとして長野県のゲレンデをちょっともうみんなが知らないようなゲレンデまで回りたいと思ってるんで、ちょっと2人で、あとここちょっと今日来れてないですけど、星野文香もやつも一緒なんで、ちょっと3人でガンガン回っていきたいなと思うんで、皆さんぜひ動画の方を期待してください。じゃあ、今回ありがとうございました。ありがとうございました。今シーズンもよろしくお願いします。